チンチンボール500円、チンチン300円。チンチンボール500円。チンチンボール500円。チンチン300円じゃ売ってるよ。300ウォン、300ウォン。終わった。今、私たちはまた新大久保に来ています。こちらなんか新大久保好きじゃね？この前も来たよね。あれ、うん、え？俺は結構久しぶりだけど、あーちゃんは結構来てるよね。あ、私は結構来てますね。あ、終わったと思ってる。あ、言うの忘れてた。そう、正面の上、チューリスク、チューリスク、チューリスクって、うん。終わったと思ってるよ。だって、美と健康とコスメの街でしょ。全部興味ないもん。全部興味ないもん。美と健康も興味ないの？健康だけはちょっと興味あるけどよ。美は興味ない。興味ないな。何をしに来たかというと、ああまたヤンニョムチキンを食べたくて。お前さ、いい加減にしろよ。ヤンニョムチキンが食べたい。いい加減にしてくれよ。マジで。なんなん。あれ美味しいんですよ。なんなの。この間ね、お家でも作ったんだけど、うん、お家だとやっぱヘルシーめな感じで作れるんですけどね、うん、あのギトギトのカリカリの油のやつが食べたくなっちゃったの、うん、あーちゃんサングラスするとブサイクな部分しか残ってなくて最悪な感じになってる。あーちゃん、あ、かわいいね、かわいいね、あーちゃん、あーちゃん、もうね、駐車場が遠いところに止めちゃったから、もうその場所までめちゃくちゃ歩いてんだよね、今。ああ疲れる疲れる。いや違うよ、万の、盆の、夏の休みのが悪いんだよ。駐車場が全部空いてるじゃん。うわめちゃくちゃ空いてる。うざみち、うざみち万太郎、うざみちお兄さん、マジで。ちゃんと映って、なんであなたしか映さないの。もうブレがね、すごいですね。あの iPhone にするとさすがに。そんなことないっすよ。え、こんな丁寧に iPhone X 持ってきてる。いや、ブレないようにやってるつもりなんだよな。どこが良かったかな、コスメとか。結構ね、あのさっきから歩いてますと、はい、結構な頻度でね、あの夏休みですから、はい、学生さんに話しかけられるんですね、はい。まあ、これはちょっと人だけになってしまって迷惑かかるなということで、うん、変装したいなと、はい。でまあ変装しようって思った時に、新大久保っぽい変装を考えついたんで、はい、ちょっとそれにしましょう。おー、マジで今思いついたの。今思いつきました。おー、はい、変装完了しました。どう？いやでもね、いい案な気がする。結構顔近くない？ちょっと似てる人かなって感じ。そう、なんか顔違うわ、やっぱ、うんうん、結構ね、思ってたより薄いタイプだったんだけど、うん、逆にわからないかなっていう。私がただ単に顔がむくんでるから。あーちゃんもやんない？あーちゃんも変装。え、なんで？じゃないでしょ、化粧落ちるし。確かに。まあこれでね、安心して新大久保を歩けるんじゃないかな。はい、これでこう深く帽子をかぶり、うん、でこれで歩くと素晴らしい。新大久保っぽい変装で、うん、カモフラージュもできてるし、ね、美と健康にすごいいい、ふさわしい、うん。じゃあ帰るまで僕はこれでいきます。はーい、はーい。じゃあ今からチキンか何かを食べたら食べます。イエーイ。10,500円です。1万。カモンベビーアメリカン。あ、ちょっと、はい、あのね、見事なまでのコスメ無双、はい、見てて気持ちいいですわ、もうこれで十分です。素晴らしい。このお店でもう完結しました。はいはいはい、素晴らしい、はい、早かった。じゃあチキン食いこう。チキン食いこう。やっとヤンニョムチキンが手に入りました。やった。イエーイ。ヤンニョムチキンゲット。やっとだね。やっとだ。楽しみなんですけど。いやー、マジでやばい、超美味しそう。パックから解放された、最高。マジパックうざかった。あ、パックね、パック。
ックも乾いて最後ただのペラペラ紙ですよ。うわ、しかも水ないじゃん。やべえ。やばい、それは。これは？自販機、それ3種類あって。あ、これが多分なんか馬パリチキンみたいなやつで、これが多分ハニーマスタードで、それがヤンニョムかな。まあ普通を一回食べたい。うん。うわあ、美味しそう。これか。そうや。なるほど。あーちゃんがヤンニョムチキンを食ってる姿を、ね、すごく見た気がするんだけど。うん、マジ好きなの。うわ、いった。行った。下手じゃん。ビョンじゃん。痛い痛い痛い。いただきます。せーの。おお。うん。あ、どうした？甘辛い。うん。これは悪いわ。ジャンキー。ジャンキー、ジャンキー、うまくない？うん、うまい。結構なボリュームだな。うん。うん。水欲しい。自販機ないかな。探してこうかな。ハニーマスタードいっちゃってくださいよ。え、これでもつまり唐揚げ？うん。うん、ない唐揚げくん。どう？うん、これは唐揚げやわ。うまい。なハニーマスタード、なハニーガーリック。これ大事じゃない？これ、これは必要。うん、何本目って思う。うん、ありがとうって言いたい。やり、ありがとう。何が違うの、唐揚げとタレ、タレがぶちかかってるところが違うのか。ああ、うん、ああ、飲み干し、じゃんけんしよう。ジャンキー。じゃんけんで勝った人は買いに行こう。いいの？かわいそうね。かわいそうね。いいよ。あ、いい。ウキンが行ってくる。ウキンが行ってくれるの？うん。ありがとう、ありがとう。ああ。じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ。自販機あるかな？え、絶対あるよ。なかったら我慢して。大根で。よし。優しい、ありがとう。はい、ひばゆくんは今日コスメを買ったらね、全部持ってくれて、荷物も優しいです。今日はねポンスのスクールの間に来てます。やっぱ夫婦でこうやって行動するの楽しいですね。
パパとママ仲いいよ。あれ？すごい！早いじゃん。バイデオン。サンキュー。イロハスうま。あれ、あんちゃん。イロハス開けれるようになったの。お、開けれた。え？すごっ。イエーイ、イロハス開けれたぜ。成長。すごいじゃん、あーちゃん。あーちゃん、イロハス開けれなかったんだよね、今まで。うん。うーまっ。ハニーマス、ハニーガーリックとヤンニョムどっちが好き？赤い方。うん。最初さ、こんな大根いるって思ってたけどさ、もうちょっと欲しいなって思うもんね。うん、じゃあ最後の一種類お食べなさい。え、これさ、骨ある？あります。いたんきやす。おたんこなす。いい音を鳴らしますな。うん、うまっ。うん、これはうまい。食べ方豪快ですいません、本当に。私これが一番好きかも。美味しい。俺は食べるむずさを考慮して、こうやってこういうの食べないと。スー君は端的にガブガブって食べたいもんね。うん、なんとか丼が一番好き。このように食べやすいから。うん、好きやじゃん。じゃあ、いや、好きやよりいい丼あるやん。うなぎ丼とか、あ、焼肉丼とか。うん、ウーバーイーツ頼むとき絶対うなぎ丼か焼肉丼。しかもさ、めちゃめちゃさ、深夜にお腹空いたって言ってうな重頼むよね。うん。うな重この時間にって思います。あーちゃんと食い物の趣味合わんくない？合わないのかな。なことないかな。だってうなぎ嫌いじゃん。うん、うなぎ嫌い。やばいな、それ。パン嫌いだよね。俺はパン嫌いじゃないけど、まああんまり食わない。うまっ。だね、あーちゃん。うん、まあ、編集するときに自分の食べ方が汚すぎて萎えるんだろうな。あー、いやいや、これ出したくないってなっちゃうね。うん、ブサイクすぎると。うちら夫婦ってさ、バランスいいよね、やっぱり。じゃ、最近ちょっと仲悪かったんですよ。片付けとかしないから。仲いい時と悪い時がね、あるんですよ。それはどの夫婦もそうか。カップルでもそうか。うん、そうでしょうよ。でもカップルってさ、この、あーうぜーってなった時に別れるってなる選択ができるじゃん。うん。あー、もうこの人全然片付けしないし、全然言ってもなんないから、もういい、別れるってできるのはカップルのうちだけじゃん。うん。夫婦っていうのはさ、その、あーもううざい、離婚って思っても、その話し合いを重ねてまた仲のいい状態に戻していくというね。この畑を耕し、また荒れて、そしてまた整えっていう、この繰り返しですよね。いい土になるというわけですか。そしたら、そしたらいい土となって、いい肥料が、いい芽が出ます。いい運気を出して、いい肥料にして、そう、いい植物を育て、
それが一流の農家というものです。一流の、ね、農家の話なんですか。農家をやるときは無農薬でいい肥料を使って土をやはり育てていく。それはね、まるで夫婦のようですね。ということで、新大久保、ぶらり途中下車の旅でございました。皆さんね、あのパックでの変装おすすめでしたので見てください。今日総じて言いたいのそこなの。パックの変装をおすすめ、あと農家をやるときは土を大事に。ということでサブチャンネル以上です。バイバーイ。バイバーイ。